最悪だ。あの 100% 当たる理由目なぶらないし、あんたの人生今日で終わるって言われてしまった。もうどうすればいいんだ。あの占い師はもう10人以上も人が死ぬのを当ててるんだ。あ、そうだ、さっき占い師にもらった紙に役に立つこと書いてなかった。ラッキーカラー、赤ない。ラッキーアイテム、ヒラヒラしたもの。あ、すいません、この洗濯物ちょっとお返しします。赤でヒラヒラしてる。アドバイス、頭に注意すること、かぶり物を身につける。かぶるしかねえか。ごめんなさい、ごめんなさい、お姉さん、もうパンティはかぶり物ですよね。あれ、お前はさっきの占い師、なんでこんなところに。あ、なんでナイフなんて持ってんだ。まさかお前が今まで死んだ人を殺してきたのか、占いを本当にするために。でも残念だったな、おりゃ。おい占い師俺に喧嘩を売らない方がよかったね。あ、もう警察来てるぞ、ざまみろ。おい、お前さん、こっちですよ、捕まえてください。お、違います、俺じゃない、俺じゃない、俺じゃないよ。確かに僕の人生は終わったのかもしれません。ありがとうございました